ちゃくちゃ怪しいおっさんやん。四時やで、このたたずまい詐欺師やろあれ。もうやめとけアホ、やめとけよ。その年でまた友達できるってええな、うん、だって友達みんな死んでいくやん。飲めれば関係ない。60過ぎて死んでいくやん。友達増えることないで、ほぼほぼ65超えて。あっちのおじいちゃんとこっちのおじいちゃんどっちが好きみたいなこと聞くやん。あれもう一番子供にしたらあかん、うん、愚かな問いで、あのジジイババババカやからすぐそういうの聞きよんねんな。 あっちのおばあちゃんとこのおばあちゃんどっちが好きみたいな。アホやねん。息子とうちの奥さんと息子の彼女とその他周りの人間のグループラインがあるんだけど、俺だけ入ってないよね。ハブられてんじゃん。俺だけ入ってない。どうも宮迫です。そして誠二です。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで誠二と二人で、絡み酒でございます。よろしくお願いします。これ第2回ですか。第2回ですよ。シャープデートが3回目。あ、3回目なのか。今日はですね赤羽に来ております。やっぱもう、はいはい、たたずまいが違うよね。まあ、あのカメラ回す前に駅前でもだいぶ仕上がってるおじさんいましたので、はい、あのおまわりさん2人にこう睨みながら言ってましたから、だいぶ仕上がるの早いです。赤羽ええ町屋、ええ町屋でいいですね。どんな人と絡めるのか楽しみでございます。行きましょう。行こう。昔チャンス大城さんがね、うん、あのお酒飲んではた頃に馴染みの店やった、馴染みの町やったらしいよ。まあもうチャンス大城の聖地やんか。そう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 、ものすごい似合うやん。はい。でもなんか綺麗だったな。綺麗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 。俺も思ったよりは綺麗やなと。だいぶ前やも来たことある。前回の浅草もやもんな。いいですね。うわ、もうだから何時だ。めちゃくちゃ怪しいおっさんやん。四時やで。黒めちゃくちゃ怪しいやん。黒すねん。この佇まい詐欺師やろあれ。もうやめとけアホ、やめとけよお前。すごいな。こうなかなかこのクロスでこう出ますもん。見たことないわ。赤羽カード作りたいよな。いいね。どうする。あ、でもおじさま方が多いね。こたつ、こたつ出して、すごっ。昔なあ、誠司と竹岡の部屋でこたつ、こたつばっかりやったな。全員こたつ入ってたな。臭かったな。臭かった。8人ぐらい入っとったじゃん。どえらい匂いしてたよな、うん。でもあれこっち結構人気ないな。せっかくさっきのおじさんの店ちょっと行ってみますか。そうだね。やろ。はい、こっちのおじさん。何してんやろ。何やろ。じゃあ誰なんやろ。誰なんやろうか。ダメだ。ちょっと飲みたいんで。お電話外でされてました。先ほど電話ね、外でしてる姿を見て、うん、なんて素晴らしいだろう。知らんの。さっき知り合いました。さっき知り合いました。いっぱい呼ばれました。芸能人みたいな変な人がいたよ。変な人がいた。打つお父さん今。え？ 80？ あ、はい、それは分かる。年次飲んでんだよ。80？ こうやってクロスでよく見てるんだけど。というのは、ごめんなさい、ごめんなさい、小林圭さん、ちょっと私。なんで聞こえないの？あ、そういう理由か。何より左耳が全然聞こえへんか、こうクロス。え？あ、そう。でもあのクロスにする必要ないですよね。こっちでも持ってくる。左で持ちゃう。こうやってたわけで。そうか。あれどっかで見たことある。現場で行って一、うん、人暮らし。私は3人暮らし。あ、ほな安心やな。なんでかっつうと、うん、女房と私と住んでて、はいはい、でうちの息子が、うん、嫁さんが出て行っちゃった。出て行っちゃった。あ、そうなの、うん、親父は原因知ってんの。出ていた原因。原因知ってるけど言えねえがねえな。あ、そうまあいろいろあるもんね。原因はどっちが悪いかってすぐ分かるかね。え、なんで知り合いになったんですか。いや、まあ、仕事で。仕事の中で。いや、でもさ、10年ぐらいだもんな。70ぐらいの時に知り合ってるわけやろ。そうそう。その年でまた友達できるってええな。
だって友達みんな死んでいくやん。飲めれば関係ない。65過ぎて死んでいくやん。友達増えることないでほぼほぼ。だから65超えて。ここまでの年齢だったら10歳ってあんま関係ない。関係ない。一緒やな。一緒。最近思った。今ボランが若いと。若い、めっちゃ若い。とか60だって初めて若いよ。まあまあそうやね。なんか急に向けるタイミングあるよね。でね、どうも。あったもんな。急に向けてたね。いや、それはいろいろあった。60のワンクッションあるけど、70のワンクッションが一番やばいらしい。70になった瞬間に、60代、50代全然違う世界らしい。で、先輩がみんな言う、70代は。なんか寛平師匠も似たようなこと言ってあったよ。あ、そう言ってあった、言ってあった。急激に来るっつって。世界違うわよ。まず、あの、ジャンプできなくなる。そう、それはあるな。うん、あのミュージシャンの、子供の時付き合ったミュージシャンのライブとか行くやん、うん、あ、若くてあんな高く跳ねてはったのに全然ダメ。無理やろ。私はだってやつ、彦摩呂がもう二人の、あ、孫が、そう、それで、ね、楽しみね。2月か3月に彦摩呂が3人目になるんですよ。うわーよ、彦摩呂では。え、彦摩呂これはいいじゃないですか。あ、ほんで、じゃあ結婚が早い家系なんや。私は23で子供産んだけど、あ、そうや、産んでない、早い、産んだの、産んだの奥さん、産んだの奥さん、産んだの奥さん、そんな面白いこと言ってた。え、まあと20年頑張ったら100まで頑張ったら、やしゃごや。そうよ。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもお元気、頑張ってください。お元気で、はい、すいません、ありがとうございます。お元気ではこっちのセリフ。そう、いや、いいですね。2軒目行きましょう。寒いからもうすぐ行こうやん。もう寒いからどんどん寒なっていってるから、ね、やばい。割り切や。すいません、いいですか。あ、もちろんです。どこ行く。ここでいいか。ここへ。ここ寒ない。あそこは座られへんか。横どうぞ。座れる。いい、一緒で。あ、一緒に座らせてもらおうよ。夫婦で赤羽で、はい、ご夫婦時間で、はい、なんかこうやね。旦那さんお仕事は。美容師。美容師。奥さんも美容師、はい、今この時間お子さんどうしてるんですか。学校、中学生。あ、もう中学生の子がおんの、はい、あ、おいくつですか。45です。45。あ、そうですか。そうか、まあそんなもんか。45で2人とも若く見えるな。じゃあそうよね。いや、若く見える、見える。え、子供男の子、女の子。男の子、はい、中学生ぐらいだら。もうでも今の子グレたりせえへんやろ。いや、してます。え、やさぐれてますよ。え、それ赤羽やからちゃう。ちー、これ YouTube 流れるじゃん。言ってる子供には。言ってる。すごい、流れちゃうの、すごい。え、なんで今なんか今の子な、聞かへんよな。聞かへんよ、そんなグレてるなんて。いやいや、グレてはない。グレてるっていうか、なんか12秒、なんか透かしてるというか。ああ、まあまあ、そんなのあれよ。別に単車バックったりするわけじゃん。そこはないです。そう、さすがに盗んだバイクで出さないやろ。さすがにそこはない。ちょっと頑張りじゃん。頑張り、すごい。頑張り。じゃあ、すごい。じゃあいいじゃん。うん、なあ、学校だ、謝りに行ったりせんでええんやろ。しない。いい子なんですけど。そうやろ。そこまではないです。警察呼ばれたりとかないやろ。家ではクソガキだけど、うん、外ではいい子なんです。うん、いや、だから外面がいい。それこそうちの子もさ、ほら運動会とか行くやんか、その小中とかで。中学の時なんか、俺らの時、あの校舎の裏っ側、うん、もうタバコだらけやんて。ほんで俺、あの綱引きとか参加させられたくないから、隠れよう思ってそこ行ったら綺麗で、あー今もう何にもない、誰もタバコ吸ってへんみたいな。だって俺、それはない、ね、幼稚、うち息子が幼稚園の時に、うん、家遊びに来た友達、またその時俺タバコ吸ってたから、うん、なんで友達のパパ、俺のことね、うん、毒を吸ってるんですかって質問。なんて言ったんですか。いや、バカだからだよ。
バカだからね。時代が俺はもっと上やから、うん、あの暴走族の集会見に行ったり、いない暴走族いないもん。暴走族の集会見に行って、暴走族のお姉さんに可愛いわねってこう頭撫でられるのが言うよ。すごい綺麗に見えたよ。見えた、めちゃくちゃ綺麗に見えた。嬉しそう、綺麗に見えた。やっぱほんまに時代が違うね。全然だって子供全然だもんね。さあ、お品書きで今年も終わりということで、うん、そうね。嬉しかったことって何ですか。今年ですね。ええ感じのこと聞いたな、なんか。ねまず最後にこんな嬉しかった出来事とか興味なかったやろ、昔若い時なんて。まずや、だからすごいことがあるかもしれないんで。まあでもなんか最近二人で飲み始めた、うん、最近ええやん。そうめちゃめちゃええやん。ほんここ最近で、うん、今まで子育てしてて、うん、で中学校1年生の時は大変だったけど、うん、もうだいぶ子供離れて、うん、はいはいはい、二人で喋れるきっかけが、うん、めちゃめちゃ素敵やん、うん、なるほど。だから夫婦二人の時間が、うん、増えたのが嬉しかった、うん、楽しいよね、うん、でなんかさっきも話してて、ね、子供のが大事だもんねって言われて、そうじゃないよどういうことですか。だって旦那も大事だし同じじゃないですか、家族やもんね。そうだけどパパは私に子供のが大事だもんねって話して、それはまあかん。そう旦那が一番言うたさっき言われて完全な失言違うよって。そういうのあかんね。何でもあの比較したらあかんね、その人と人を。そう仕事とバカなこれどっちが大事みたいなもんで、うん、そうあのバカなジジイババアはあっちのおじいちゃんとこっちのおじいちゃんどっちが好きみたいなこと聞くやん。あれもう一番子供にしたらあかん、うん、愚かな問いで、あのジジイババアバカやからすぐそういうの聞きよんねんな。あっちのおばあちゃんとこのおばあちゃんどっちが好きみたいな。アホやねん。比べたらあかんな。比べたらもう絶対ダメ。そうだからそういう話もできて、あ、そう思ってたんだなとか、うん、この14年がいつも愛してるよっつって、うわぁ、素敵やん、それ素敵やん、愛してるよって、意外と言うてるやろ、なあ、意外と言ってたんだよ。言ってますよね。言ってるだよ。なんか愛情深い感じしますね。せいじさんも言ってますよ。余裕あんねえ、なんで変な空気になるやん。あと今まで言うてへんのに急に言うたらこいつまたやってんだ。またなんかやったんじゃん。俺調子いい時は行ってきますね、チューする。あー、いいよ。調子いい。うち毎日だよね。うわ、すごい、偉い。うち毎日やん。やばいじゃない、これ。いや、でも子供の前でもうん、それむちゃくちゃいいんやって。あ、そう、それむちゃくちゃいいんやって。インターナショナルなんで。ああ、なるほどね。そうだからもう全然子供もジョリジョリするなって言って、そうそう、子供にもチューするんですよ。そう、これ男だ。嘘、ジョリするってちっちゃい頃から言われます。あ、それええな、ものすごいやん。うちもう23やからすごい。そんなに。あ、女の子です。男です。あ、男子。そんなに大きいんだ。もう男で芸人やってるんで。そうその前知らない。それ読むときすは絶対できない。確かに。いやでも多分うちはするかも。いじそう、いじられてんじゃん。え、舞台で息子いじられて。芸人だったらね。いじってますよね。まあ、先輩として腹立つんですよ。なんでやれ。何しだってんのお前。たまにやで、調子いい時はね。調子、まあまあそらそら毎日だってと思う。だから中学生ぐらいやったら将来の話もしますか。めちゃめちゃします。じゃあ2人のこと見てるから美容師になるとかいい。それ見てるからならない。あ、しないっていう。うち息子としておじさんも芸人、親父も芸人で家来るやつほぼ芸人やろ。いいな。やらうちなんで芸人になったんやろ。楽しいよね、こんな家だったらね。嬉しいくらいですか、芸人。すごい。だからリスペクトしてるんですよ。嬉しいんですけど、息子の部屋行って、あの当時ね、うん、中学ぐらいの時に、バナナマンのポスターがめっちゃ貼ってる。ちょっと、おかっぱ、片方おかっぱとかさ、なんかいろいろ被ってるなぁ思って。いや、バナナマンじゃなくてよくないか。確かに、片方かぶってうちは、ノンスタイルとかやったなぁ。意外と違う。意外と生徒が好きなんやと思って。陣内とか。
へぇ、不思議よね。不思議、全然芸風ちゃうから、ね、芸風がね。一応リスペクトはしてくれてるけど、好きなのは、うん、そうや、言われた時に、あのお父さんとしてちょっと、うん、寂しい気持ちもある。息子さんは何今一番興味持ってます？今の中学生どれぐらい、ポケモンカードだよね。ポケモンカード勉強よりも何で、スポーツ、剣道。あ、剣道いいよ。警察官なりたいんかな、じゃあ。いや、それはないね。あ、そうな、部活が楽しいってめちゃめちゃいい。だから俺が言ってないけど血を引いてるとか。剣道やってる。ああ、そういう。でもほんまにそうかも。でも言ってないんですよ、うん、言ってないよ、うん。楽しそう、すごくだった。え、じゃあパパは剣道やったきっかけは？いや、あの、あれですよ、武蔵の剣。おー、武蔵の剣。そう、そうです。アニメを見て、俺絶対これやるっつって。アニメなんや。うん、俺はあの、漫画なかった。少年サンデーでアニメでやってた武蔵の剣は、うん、武蔵の剣は確かにあのやりたいと思いますよね、うんうんうん、はい。あれアニメ見て、俺絶対剣道やりたい。はあ、でもあ、それはわかるな。そうそうそう、俺はだから、車田正美さんの、学生服着てやってる、聖闘士星矢の前みたいなぐらいでやってた時のあれで、木刀だけ欲しかった。木刀だけ。木刀はみんな憧れる。木刀。子供から電話。あら。こわー、すごいよ。すごいよ。ママね、今宮さんのことを呼び捨てで、本来そうです。そうそう、いや、いいんです、いいんです、ちょっと待って、テレビ電話していいですか？いいですよ。とは二人で撮ってる。見て、ちょっとカメラオンにしてよ。普段見てよ、ちょっと。やばいよ、お前。なんで、やばいよ。宮迫です。わぁ、すごくない？パパ、だからすごくない？聖司です。わかる？聖司でもうちの子も中学生ぐらいこんな感じ。見てー、すごい。やばいよ。 YouTube 撮影、YouTube に参加してもらってます。コア、何やってんの？今テレビ見てた。テレビ、こうやってお母さんに電話してくるんやから。いや、そうそうそう、まあ、お母に用事なんかなかったもん。うちの子いい子なんです。勉強、嘘つけ、嘘つけよお前。こんなビッグな二人、コートめちゃめちゃ言われてたよ。剣道頑張ってね。すごいよ。あ、ちゃんとありがとうございます。いや、今のもしっかりしてるな。しっかりしてるよ。いや、まずおかんに電話なんかしなかったぞ。え、どうする？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 え、なんで電話してきたの？あ、そうそう。あ、この前にね。あ、そうか、うん、そう、履歴が残ってたんね。そう、この後カラオケ行くかっつって話して、あ、そう、カラオケ来るかみたいな。あ、そうか、ね、電話しようみたいな。いいな、仲ええの。あ、またじゃあ電話するね、後で。なんか、はいはい、息子とうちの奥さんと息子の彼女とその他周りの人間のグループラインがあるんだけど、俺だけ入ってないよね。ハブられてんじゃん。俺だけ入ってない。なんでグループラインあんの？なんで入れてって言うの？なんか知らんけど、沖縄になんか行った時に、たまたま行った時に、私はグループライン入ってるんですって息子と息子の彼女の友達とかに言われるんやけど、俺入ってないよね。ハブられてるな。ハブられてるよ、完全に。すみません、ありがとうございます。はい、すみません。ここも全部、全部。いや、全部はダメです。ダメです、ダメです。むしろ、うちが出しますよ、こんだけなんだ。こんだけなんだ。ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。いや、だってでも楽しかった。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。息子さんによろしくお願いします。ありがとうございます。楽しかった。どうも。嬉しそう、嬉しそう。さあ、素敵な夫婦でしたね。いや、いいですよ。息子ちゃんもめちゃめちゃいい子やん。でも対両親だけの時はそうなるやろな。まあまあまあ、そうやろな。いや、いいですよ、いいですよ。でも今のところ まだ赤羽感が出てない。そうやね。確かに確かに確かに。こうやったらね。こうやって飲むか。
こうなってるおっさんと。今回は以上ですけども、またこの後行っちゃいます？行きましょう。行っちゃいましょう。行っちゃいますので。はい、なんで言うてんのに手だけ上がるのな。いや、ほんまに。では、以上です。じゃあ、また行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。競馬であったらすぐ使うのよ。だからすごいちゃんとしたお金の使い方で、ね、やっぱりほらいくらあったの。いや競馬ではもう1回以上負けそうな